東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は、二百九十三人でした。三日ぶりに二百人を超えました。感染が確認されたのは、十歳未満から九十代までの男女二百九十三人です。年代別に見てみると、二十代が七十人で最も多く、ついで三十代が六十人。四十代が五十三人、五十代が四十五人でした。 20代と30代が全体の44%を占めました。一方で、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は46人でした。重症の患者は前の日から2人減って33人となりました。これで東京都の感染者は3万3061人です。